どうも、南コーチです。このチャンネルでは、サッカーの解説をお送りしています。さて、今日お送りする試合はですね、5月4日水曜日行われました、横浜 FC 首位対ロアッソ熊本、ロアッソ熊本といったアウェーゲームですね、首位無敗でね、走る横浜 FC にどういうサッカーをするかということで、注目された一戦です。試合の結果でも皆さんご存知だと思います。なんと、後半アディショナルタイム、見事にね、ロアッソ熊本が1点を取りまして、1対0で、見事な勝利を収めました。ではね、この試合をね、じっくり振り返っていきたいと思います。では早速先発です。ゴールキーパー佐藤、黒木姿、井岡のディフェンスライン、アンカー川原、そして右に阿部、左は三島でしたね、スタート。三島。そして、フォワード、右に杉山、左坂本、真ん中に高橋と竹本というですね、これ、ベンチメンバー、リザーブメンバーも含めて、すべてですね、前節岩手戦と同じメンバーです。ロアッソ熊本の大木監督はね、いい内容のゲームをした時には比較的こういうふうに同じメンバーで戦うことが多い傾向になりますね。対する横浜 FC ですけども、横浜はですね、フォーメーションは 3-4-2-1、 この前の岩手と同じフォーメーションですね。ただ岩手と違うのは堅守速攻ではなくて、しっかりボールをつないで崩すサッカーを志向しています。そして監督は山田監督ですね、彼はですね、札幌のヘッドコーチから今シーズン監督に就任してですね、札幌の監督ミーシャさんの下でね、ずっとやっていた方で、いわゆるこの試合はミーシャサッカーの継承者対大木サッカーというところもね、注目の一戦となりました。立ち上がりからね、お互いいいところを出してしっかりボールをつなぎながらね、攻め合うゲームになりました。前半はね、まずロアッソがチャンスを迎えます。15分でした、坂本に出たボールに対して坂本得意のカットインです。そしてカットインしてそのままシュートするかと思いきや、今度はもう一度切り返して意表をついた左足シュート、これ枠は外れましたけどね、坂本のね、今のポテンシャルを感じるね、素晴らしいプレーだったと思います。そしてまあ中盤過ぎてね、終盤の42分にもですね、縦パスが入りまして、そして失礼しました。高橋がうまくインターセプトしまして、これをパス、そしてそれを竹本がですね、受けまして、竹本が受けまして、で竹本がここからクロスを入れます。高橋飛び込んだんですけど届かずに、最後杉山が角度の中からシュート、クロス、サイドネットということで、チャンスはつくんですけど得点を奪えません。前半は0対0で終了しました。前半のシュート数、熊本が7本、横浜 FC は2本ということで、ね、内容的にも前半から、ね、0対0ですけども、熊本がいいゲームをしていたという前半でした。そして後半です。後半に入ってですね、相変わらず熊本攻撃を積極的に仕掛けていきます。ただなかなか、ね、点を奪うことはできずに、16分には横浜 FC が3枚替え、そして続く31分に熊本も、熊本というのはなかなか珍しい3枚替えを行います。竹本に変えて伊藤、そして阿部に変えて藤田と三島に変えて田辺ということですね。3枚を一気に変えてきました。これはね、おそらく杉山まで残りますね、こうかな、こうですね。でまあ、いいゲームしてるけど、これをね、3枚一気に変えて、さらにギアアップするぞと、点を取りに行くぞというね、大木監督のメッセージだったように思います。これでもね、点を動くことはありません。そして後半の41分です。今度は坂本に変えて相原。そして、ね、その前のプレー、ちょっと足がつっていた高橋に変えて閉じたということで、これも大木監督にとってはね、なかなか珍しい、5枚いっぺんにね、残り4分で使い切るというね、こういう采配をしてきました。そしていよいよ迎えたアディショナルタイムです。素晴らしいプレーが生まれます。杉山選手が持ち込みまして、ここでターンをして、そのボールをうまく受けたのが川原でした。川原が縦へ差し込むパスを送ると、これを藤田がワンタッチですらし、そこに入ってきたのは伊藤です。落ち着いてコントロールして、これを右足でシュート、見事な、ね、ゴールとなりました。なんと後半アディショナルタイム4分、ギリギリのところですね、49分に決勝ゴールを奪うということで、見事な1対0、熊
熊本がアウェイで首位のしかも無敗の横浜 FC から勝ち点3を奪うという素晴らしいゲームをしてくれました。さてこのゲームが良かったところですね。それは今までよく言っていたこの今シーズンの課題、内容はいいけど結果に結びつかない、ここをですね一つ乗り越えた気がしますね。内容良かったです。そしてそれをそのまま証明する勝ち点3を見事に取りましたね。岩手のゲームと違ってですね、ポゼッション率は熊本が低かったんですね。前後半合わせると、まあ、前半が 40% 対 60%、 後半は 41% 対 59%、 ほぼ四分六で横浜 FC がポゼッションしてるんですね。ただシュート数はなんとロアッソ熊本が22本、横浜が9本ということで、しっかり相手にボールを持たせながらもここっていうところで相手を崩すチャンスをたくさん作った、これが最後の1点に結びついたという本当素晴らしいゲームでした。さていよいよね、施設ホームに帰ってきます。5月8日日曜日、13時キックオフ、笑顔健康スタジアムで対戦相手は琉球 FC です。この試合ね、我々のシティ FM ビクトリーラジオの中継もあります。私も解説いきます。また NHK の、ね、テレビ中継もあるようですね。楽しみな一戦です。みんなぜひね、まあ、テレビで見るラジオを聞くもいいんですけど、スタジアムに来て生で見ながら私たちのラジオを聞く、そういった観戦をしてもらえると嬉しいです。じゃあまたこのチャンネルで会いましょう。またね。